やっぱり片手だと違和感がある。何かあった時これだとどうしても対応が遅れる。ワンハンドステアというのは限界に近い走りをしながらも次に起こることが 100% 予測できていて絶対に破綻しないという確信があってこそのテクニックだ。凌介さんの言う通りだ。全てを 100% コントロールできる自信がなきゃこれでバトルなんてできるわけないよな。配達終わったぜ。ご苦労。じゃあ俺一眠りしてから会社行くから。今度はどこだ。今週は休み。86の修理があるから。来週が茨城の最終戦。それが終わったら神奈川だってさ。大変だよ遠いから。いよいよだな。本当に厳しいのはここからだろう。池谷先輩、ケンジ先輩も。大変ですね。夜になっても涼しくならなくて。おいおい、ケンジと一緒にしないでくれよ。俺は働いてるけど、こいつは暇なだけだからよ。なんだよ、そういう言い方はねえだろ、池谷。そうですよ、ケンジ先輩はデートする相手がいないだけ。うるせえ走り屋に女はいらねえんだよ。何度目だよこのセリフ。おい、新しい86ってまだなのかよ。いろいろいじってるんだろ。今回のメインは足回りなんで、タイヤのサイズを変えたり。ボディの剛性アップに軽量化。外見は全く変えずに中身に手を入れるってわけか。一体どんな車になるんでしょうかね。すげえ、すごすぎるよ。なんたって連戦連勝、無敗のプロジェクト D のダウンヒルエースだからな。ああそうだ、匠、あのさ、プロジェクト D の遠征以外で高橋圭介とつるんで走りに行くことなんてあるのか。は、いや、それはないですけど。なんでそんなこと聞くんですか、ケンジ先輩。いや、実は知り合いの知り合いがさ、先週埼玉の峠でプロジェクト D のダブルエースに会ったって、えらく興奮して話してたらしいんだよ。え、言ってませんよそんなとこ。だよな、俺もおかしいと思ったんだ。でもそれってどういうことだ。誰か人違いじゃないっすか。ヒル&タッチ。どうだいタグミ、いつかは俺もこのレビンでダウンヒルデビューすんだ。それが夢だな。現実は厳しいからな。あ、なんだよそれ。お前のこと言ったんじゃないよ。俺さ、運送の仕事で昼間外走るじゃん。高校生とか中学生が楽しそうに遊んでるの見るたび思うんだけどさ。おう、よく考えてみるとすごいよな、夏休みって。毎日何もしないで遊んでていいんだから。社会人になるとすごいギャップ感じるよ。そっか、去年は俺たちも夏休みだったんだよな。たった1年ですごい違いだよ。これからの人生で二度とあんな夏休みがないと思うと悲しいよ。
お前さ、寂しくないのかよ。お、夏希ちゃんのこと。俺が地元に残んなきゃいけないって言ってたわけは、新しいチームに入っていろんなことを勉強したいからなんだ。そうすることが自分の夢に少しでも近づく方法だと思う。お前、東京に行きたかったんだろう。だったら絶対行かなきゃダメだって。一時的な感情に流されて自分のやりたいと思ってたことをやらなかったら、後々になって絶対後悔する時が来るんじゃないかな。そりゃ最初のうちは少し、でももう吹っ切れた。別に寂しくなんてないよ。あいつはあいつの夢に向かって東京へ行ったんだから。そんなもんかな。今では素直にあいつの夢を応援してやってるよ。よく来るのかこの峠。ここは2回目かな。秋名ばっかだと飽きてくるからさ。何かな、盛り上がってるみたいだけど。プロジェクト D のダブルSが来るらしいぞ。マジかよ、すげえ。見に行こうぜ。はあ、どういうこと。さっぱりわかんねえ。パンダトレノと黄色のエグディ。なんだあのロゴ入り T シャツは。しかもお揃い、あんなの見たことないぞ。すいません、プロジェクト D の高橋さんと藤原さんですよね。待ってくれ。悪いけどその質問にはイエスともノーとも答えないことにするよ。わかるだろう、今日は公式な遠征でここに来たわけじゃないからさ。つまりお忍びってことなんで、あんまり騒がれたくないんだよね。な、ケースケ。ケースケとか言って呼び捨てにしてるし、しかもケースケ背が低すぎるし。いいのかよ匠、あんなのほっといて。明らかに偽物じゃん。いいも悪いもできれば関わりたくない。見てる方が恥ずかしいよ。すみません、一緒に写真撮ってください。イエーイ。女にモテてる、ふざけんな、もう許せん。いやー参ったな。おい偽物、誰だお前は。こっちこそ誰だと聞きたいね。なんだと、何が言いたいんだ。俺は知ってるんだよ、あんたたちはプロジェクト D なんかじゃないってこと。何を根拠に俺たちがプロジェクト D じゃないと。証拠ならあるね。なぜならば隣にいるこいつこそ本物の藤原匠だからね。嘘くせえ。証拠ならあるぜ。おい匠、免許証出してみ。車の中に置いてきた。ずっと、バカ、そんな大事なものなぜ持ち歩かないんだよ。あはん、分かったぜ。お前らこそ偽物じゃないか。見たところずいぶんインチキ臭いレヴィンに乗ってるようだが。何よ、インチキ臭い。藤原匠といえばパンダトレノだろ。ほれほれ。そうそう、知らない、あれ偽物なんだと。すあ、こうなるんじゃないかと思ったよ。嫌な予感してた。本物のトレノはな、今修理してるところなんだ。前回の茨城遠征の時、ダウンヒルバトルで遠赤に当てて足回りが壊れたんだよ。へへー、どうだ驚いてか。本物だけが知る情報だぜ。滅多なことは言ってもらいたくない。はばかりながらこの藤原匠、針の穴を通す正確無比な車のコントロールが売りなんでね。バトルの最中に縁石に当てて車を壊すなんてことは俺に限ってありえねえ。
今日のところは見なかったことにしておいてやるけど、二度と俺たちの名を語ることはしないでくれよ。行こうか、ケイスケ。てめえらふざけんな！待て！こら！何？偽物に会った？はい。やっぱりそうか。偽物がいるんだ。どうも変だと思ったぜ。あの、すみません。藤原匠さんに会いたいんですけど。え？ここに来ればプロジェクト D の藤原さんに連絡がつくって聞いてきたんですけど。あなたがプロジェクト D の藤原さん？そうだけど。直接あなたに恨みはないけど、これはトモコの分だよ。身に覚えがあるでしょ。誰だよトモコって。知らねえけど。しらを切るつもりなの？そういうとこ本当に男らしくないよね。まあまあ落ち着きなよ。どういう事情か知らないけど、話せばわかるって。あなたたちもこの人の仲間でしょ。信用できないし、話し合うつもりもないよ。そんなこと言ってたら。とにかくこの人は私の大切な友達を騙して悲しませてるの。そりゃナンパされた私の友達もちょっと軽率だけど、根は純粋ですごく素直ないい子なの。ちょっとぐらい有名だからって有頂天になって女の子の気持ちをもてあそんだりする男は許せないの。不誠実だし最低だよ。言いたいことは言ったし、もう帰ります。いやいや、そうじゃなくてさ、君の友達をナンパしたのは本当にここにいるこいつだったのかな。俺のわけないじゃないですか。冗談じゃないっすよ池谷先輩。分かってるって。例の偽物がやったに決まってんだ。偽物？そうなんだよ、こいつの偽物がいるんだ。テープでブサイクなのか。うさくさい。そんな話絶対信じない。とにかくこいつかどうか確認してみてくれよ。こいつの写真を撮ってメールで君の友達に送ってみせれば、同じ人物かどうか分かるじゃないか。そこまで言うなら。電話つながらない。電波の届かないとこにいるのかな。一応メールだけ送っておくけど。なんだよ、すっきりしないな。私もう行かなきゃ。電車の時間あるから。こうなることを心配してたんだ。偽物のくせに女の子をナンパしてるなんて、涼しいにも程があるぜ。何が何だかわけわかんないっすよ俺。なんでこんなことになるのか。この件は高橋涼介の耳に入れといた方がいいかもしれないぞ、匠。もしもし、藤原か。どうした？偽物が出没してる？ああ、その件なら別のところからもちらほら情報が上がってる。そうなんです。それで。何？本当か？そんな悪さをしてるようならほっとけないな。わかったよ。こっちからも動いてみる。心配するな。俺たちのネットワークを使えば。ネズミを捕捉するのにそう時間はかからないと思うよ。任せておけ。それにしても災難だったよな、匠は。気にすることないぜ。単なる誤解なんだし。分かってっけど、なんかへこんじゃうんだよな。さっきの女の子、本気で俺に対して怒ってたよな。女の子にあんな目で睨まれたことってないからさ。引っ叩かれたことよりあの目がショックだったよ。直接あなたに恨みはないけど、これはトモコの分だよ。身に覚えがあるでしょ。
なんだよこれ。イライラするような、いても立ってもいられない気分。わけわかんねえよ。もしもし、トモコ、ミカだよ。写真見た？え？全然違う顔？そんな！もう一度よく見てよ。ほら、写真ってさ、写り方によっては違って見えるってこともありえない？まるで別人？はっていうか、はっじゃないんだけど、やっちゃったよ私。関係ない人にフルスイングかましちゃった。ありがとうございました。今日も暑いな。そうかな。いや、ありえると思うよ絶対。何の話ですか先輩。いや、昨日の女の子のことなんだけどさ、あの子と匠がいい感じなんじゃないかって。だってよ、出会いとしてはドラマチックだしさ。これは俺の勘なんだけどね、二人の間にはビビッとくるものがあったんじゃないかな。そう言われてみれば、匠もやたらと気にしてましたよあの後。だろだろ。そりゃ気にすると思うよ、匠じゃなくても。いきなり引っ叩いて帰っちゃうんだから。バチーンですからね。でもそれっきりってことも。いやー、それっきりってことはないと思うな。勘だよ勘。もしもし凌介、俺だけど。86仕上がったよ。今から藤原に届けに行く。そうか、こっちからも連絡しようと思ってたんだ。この前の件だけど、偽物の車のナンバーが割れたよ。え、もうか。俺はちょっと時間ないから、この件は圭介に任せることにした。あまり手荒なことはしないように言ってあるんだけど、圭介の監視の意味も込めてそっちの方をフォローしてもらえないかな。分かった、任せてくれ。ああ、それからちょっと気が早いけど、健太を連れて明日神奈川の偵察に行ってくる。そうか、いよいよだな。俺たちプロジェクト D もついに最終ステージの入り口に差し掛かろうとしているわけだ。感無量ってとこかな。こっからが正念場だけどな。いつもより念入りにコースの下見をしてくる。ああ、茨城遠征もあと一戦。今度の相手のハードルはそう高くはない。これが終われば走りの聖地とまで言われる神奈川、想像以上の厳しい戦いになるだろうが、それを乗り越えた時こそプロジェクト D の D に込められた本当の意味が見えてくる。プロジェクト D の藤原さんってあんたか。なんだよお前は。俺はまあ秋山渡るってケチなもんなんだけど。そう身構えないで友好的に話そうぜ。別に喧嘩売ろうってわけじゃないんだ。同じ86乗りじゃないか。俺もさ、なんていうかな、86乗りの端くれとしちゃ天下に名高い藤原匠の走りには一方ならぬ関心があるんだよな。ちょっと見せてもらえないかな、あんたのすげえドラテクを。ダメだ、それはできないことに。派手なドリフトを頼んますよ。俺のリクエストとしては、その橋の上からドーンと横になって飛び出してきてもらって、それから。できないったら、凌介に止められてるんだ。出口が直角に曲がってるんで、アクセルワークだけでギョワワワーンとクリアしてくれたら喝采もんですよ。ビシッとラインも決めて。ふざけんな、簡単に言うな。そんな神業みたいなことを一発でやれる人間がいるわけないだろう。その通り、普通は絶対無理したな。だけど世の中広いっていうか、リハもしないで一発で決めてしまうバカがいるんだよな、一人だけ。さて皆さんお立ち会い。これだけは本当に目ん玉ひんむいてよく見ておいた方がいいぜ。こんな近くで直に見られるチャンスはめったにないから。これぞ本物のドリフト。バンダトレノ。
なんだ、まさか本物。そっとしか考えられないだろう。あんなことできる86が他にいるわけないし。急用を思い出した。帰るぞケイスケ。おお。偶然だな。あんたもケイスケっていうのか。俺もなんだ。久しぶりだな、渡る。そっちも元気そうだな。本物だったのね。さてと、どうするこいつら。一番許せねえのはプロジェクト D の名を語ってることだ。チームの名声はメンバー全員が死に物狂いで勝ち続け築き上げてきた勲章みたいなものだからな。すみません、許してください。それから2番目に許せねえのは俺の偽物があまりにも不細工なことなんだよな。最低でも骨の1本や2本不細工でごめんなさい。あ、ち、冗談で。手荒なことはしない。ただしこんな悪ふざけはもうこれっきりにしてくれよ。ナンバーから住所氏名もわかるんだ。俺たちの情報網を甘く見ないことだ。申しません。夢だったんです、プロジェクト D になることが。そうだ藤原、お前からもこいつらに言いたいことがあるんだろう。あのさ、トモコっていう女の子をナンパしたでしょ。そのせいで俺が恨まれてるんだよね。え？ちゃんと連絡取ってその子に謝って誤解を解いておいてもらえるかな。ものすごい迷惑だから。やります、やります。本当にすみませんでした。ちゃんとやってくれないと困るよ君。ははさすが地元だけに車なりによく乗れてるけどな。どれだけやれるかな、プロジェクト D。 走りの聖地神奈川エリアのレベルの違いを思い知らせてやるぜ。